色合いを使って描くので、今パソコンで山田が色々検索しますけど、クッキーイラストノートっていうのがあるの。
まあ役者だよね。何そんなことだ。うん。なぜさだとか。なるほど、どういう人だ。Thank you.
で温かい気分でね、なんか毎日を過ごせたらいいなっていうふうに思ってます。なんかすぐキレ散らかしちゃうんで、なんか頭の中で。でもね、違うんだよ、私はね、キレ散らかすよ、心の中では。なんだよみたいな。でもね、顔には全然出さない。それが私のいいところだと私も思ってるから、言ってる時点でキレてるけどね。ということで、それでは FM92 AM12 にラジオ日本ゆもとかりのダスタンラジオ。帰って。
んで食べてたら終電逃して一泊して帰る。泊まりたがり、寂しがり屋だから。そんな感じですかね。それかもうだから次の日普通に同じ服で働く仕事なんで。みんななんか人と一緒じゃないから。トラブルいっぱいね、ちょっとした仕事があったかなってなるといいなぁ。なんか、まあね、あとは一人一人のデートというか、まあ、デートだったら写真撮るのがいい。なんか目の模様じゃん。なんか B って顔が B だから B って B だけ言ったけど、顔がマジ美しいから、とりあえず着物着てもらって、私が写真撮るだけのデートを全部食べたいもの食べて、買い取りになってめっちゃヤバいみたいな。そういう妄想で、ハグはなんかすごい動くのが大好きだから、あのアスレチック今さ、なんかジップみたいなのつけてなんか外しているっていう機械で、やっぱここがいいっすよねみたいな、なんかこれ外しようよ、携帯の裏に貼ってくださいよって言われて、やだよとか言いながら貼ってなんかわかる、なんて言ったらね、後輩に壊しやすいよって言われたのを、全然行ってないんだよ。